せーの、トントントントムハウスです。はい、今日は最近出てきたと思う美女マネージャーさんいるじゃないですか。あーそれがアーシラの、アーシラじゃないけど自分の男を狙ってると思うんですよ。どういうこと？あれ？ああ自分の男ってことその他4名のおお人たちを、ちょっとね、わかんないね。自覚はない。自覚はない。善を感じてるんで。そうだから、ちょっと一回ね、問いただして、ボロ出させようと思います。怖いね。大戦争。今日やる気だね。今日結構強い気だね。とりあえず二人気になる。そうだね。じゃあ俺らが対戦すればいいだね。あ、じゃあ。うん。やって、もうひたすら善が問い質問を攻めしていく。うん。確かに、その前回の、あれで、後期が誘ってみたみたいな。うん。ワンちゃんあれ本気に思ってるかもしれない。ワンちゃんね。ワンちゃんね。そう言えなくワンちゃんね。実は途中で気づいたから方向転換した可能性もある。ああ、はい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 。今日本気のやつやろ。本気本気のやつ。今日も本気だぜ。レンの演技力が試される。頑張ってレンちゃん。レン意外となんかボケてる時分かりやすいじゃん。すぐ似合っちゃう。素のレンで質問でもその後。頑張る。頑張る。応援してて。うん、応援してる。はい、待っていきたいと思います。せーの。待ってこ変わったんだけどバリエーション変わってきた。もうドン VTR ドン見たって GO にしたい。あーそういうことね。美女マネージャーの方を待っていきたいと思います。てか頑張って頑張って頑張ろう。応援してるから。そう、みんなコンビニ行くて。オッケーオッケー。出てくれ。来てくれ。うん、そうそう、魅力ないよ。全員で思うね。はーい。今そうそうそう。くつろいでるでしょ。くつろいでるで。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ俺らコンビニ。コンビニ行くわ。行く。行く。うん。あ、じゃあ俺も行っちゃうかな。喉乾いた。もう飲み物買ったし、いいや、じゃあ。飲み物買ったなんか、前おすすめされしてくれて占いあったじゃないですか。行ったんですよ。どうだった？仕事した？なんか、2回行ってめっちゃすごいなんか当たってましたよ。当たった？ガチで。何が？なんか自分の性格とかになっちゃって哲学的な人だって。哲学的な探求心のあるすごい手相の持ち主ですねって思って。何聞きました？逆に仕事と、いつ結婚できますかみたいな。あはは恋愛的な。えぇ、ー、いつでした結婚。え、26歳で結婚するってこと。あと4、3。結婚か。え、でも何も影なくないですか。はい、ないですけど。え、じゃあまーちゃんわかんないけど、もしかしたらメンバーもありえるってことですか。え、結婚する人か。そう。だけど、何年後かにひょんなことからみたいな。ないね、絶対。え、本当にないんですか。いや、ないんですよ。え、だってもう1年以上もね、芽生えないんですか、そういう。いや、芽生えないですね。気持ちいい。芽生えますか、逆に。いや、それはもうけど、でもなんか好感度はやっぱあるんですよ。まあまあまあ、そうよね。普通にだから、後期はなんか話し得意じゃないですか。ふざけるのとか。でも好きになんないのかなって思って。ないですね。でも、カイトはいや、ないんでしょ。年上、なんだかんだ。確かに、年上。なんか、ね、年上だと思ったことないよ。ずっと幼稚園さんと思った。そう、一番幼稚園生、あれは。よかい、なんか恋愛しないかもしれない。母性本能かもしれない。母性本能かもしれない。琥珀とか。でも年下かな。だね。しかも何個よっていうね。でも年上か年下だった。ってことは回答とか。回答ないですね、全員本当に。本当ですか、いい人か。ないですね。わかんないけど。よし、そしたら全世界の人がもういなくなって、もう絶対このメンバーの中で一人選んでくださいってなったのに。結婚する人。そう。え、多分マジで誰だ。一人の方がいいよ、だったらもう、うん、生涯孤独。全然そっちもいい。じゃあ、レン君だったら誰。もう他にいないとしたら。じゃあ僕だったら〇〇ですか。
ずっ、気まずい、気まずい、どうする、めっちゃあのカイトが、うん、あと10年したらめちゃくちゃイケオジになってたでもあの喋りのカイトはじゃあもう、でもね、なんかコルゴサーティーみたいなルパンみたいな、なんて言うの、急にえ大丈夫、共演したみたいなぐらいの人格変わった、したらワンチャン、ないです、ないすいませんどう転んでもない、はい、あの、すいません、あの、言っちゃったかわいそう、かわいそう、やめとけよ、やっぱ身長高い方がいいですか、うん、続投、そうですよね、続投、どっちが好き、いや、どっちでも結婚式の話だ、そう、結婚式の話、ただいまー、ただいまー、おかえりまー、おかえりまー、おかえりまー、何の話してたの、え、なんか普通に占いの話して、うん、そっから恋愛の話してた、ああそう、それで結婚するなら誰ってなってえ、カイトって、俺にはなくなる全部魅力あるって言ってましたよね、撃沈した、撃沈だね、負けた全然ダメ、へー、そう、これドッキリなんですよ、ドッキリじゃない、検証みんなに気が本当はあるんじゃないのかって検証そう、ダメだ、自分メンタリスト大吾さんぐらい呼ばないとさ誘導して、そう、誘導して、まあ、ダメだったと、ダメだったで、もう本当に完全に無理だった、うん、ダメ、無理って言ってた、逆にね、勝手に検証されて勝手になっていてるみたいな、地球にこの人たちしかいないってなっても天涯孤独で、そこまでそこまで一人の方がいいです、複雑なね、俺らが傷つく力でもさ、でもさ、本当にさ、いやでもさ、実はさ、なんかちょっと勇気のことがさ言われたら気まずくない、それはさ、確かにどうしようもできない、すいません、そなたらもうこれボスだから止めてくださいまあ安心ということで、はい、安心でした、だから結婚しておくの、そうだね、そうだね、そう、で、オープニングをよろしくやるのよ、よろしくやるの、待って、結構嫌がりそうじゃない、全然違う曲でこうガオガオやめてみたいな結構リアルでいいと、今回もね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にすいません、本当にそれね、一番です、いつも置いてあるからバレないいつも定位置なんです、定位置なんです、バレない、撮って、撮られたら怖いよね、